チャンネルアジャー東インド尖閣歴史戦、今日は前回に続きですね、尖閣つつじさんツイッターの、大アカウントを所有する、尖閣つつじさんに、お話にお付き合いいただきます。どうも、尖閣つつじです。よろしくお願いします。使う教材は何でしたっけ？和訓尖閣。そうですね、尖閣長行列島漢文資料、石井望先生の本であります。これ10年ぐらい前にあの長崎純真大学から出したんですけれども、でこれは漢文資料を集めておりまして、で前回ですね、西暦1534年の陳漢史琉球録、琉球についての書物の中に尖閣が出てくる、琉球附属当社ですよ皆さん、そういうことを前お話ししましたが、でそれが1533年の冬に琉球側のパイロットが手伝いのために来たという話だったわけですね、前回。でその後翌年初夏、5月、陰暦5月、出航するわけです。これが1534年です。これが尖閣最古の記録となるわけですが、そこの部分について今日は朗読をしていただき、そしてさらにその後に解説を加えたいと思います。ではまずはよろしくお願いします。陳漢史琉球録、牧野城史実略。10日南風花肌徳、船の行くこと飛ぶ案落とし、しかれども流れに従いて下り、また花肌宿は動かず、閉火山を過ぎ、長魚礁を過ぎ、高毛礁を過ぎ、石礁を過ぎ、目節水に暇取らず、一昼夜にして3日のほどをかの、一周は半小さく及ぶあたわず、愛失えて後ろにあり。ここまででよろしいでしょうか。はい、あの3日のほどほどっていう言葉は日本の古文ではどういう意味になるんですかね。皇帝ということでしょうか。皇帝、つまり3日の皇帝なんですよ、あの距離なんですよね、はい、童貞とかのあれってほどっていう訓読みとの関係は私あんまり把握できてないんですけど、ほどっていう言葉の古文にはそういう距離というか一定の定の方が良かったでしょうか。定の方、私としては定というふうに教える時だとそうしてますよね、はい、つまり音読を多用するということですね。訓読する、訓読みすると、古典の中のほどっていう言葉にどういう意味がもともとあったのかなみたいなね。近代ですとほどっていうと程度とかの意味しかなくなっちゃってるでしょ。そういう複雑な問題があるので、できるだけ音読みを多用する、これね江戸時代ぐらいからの漢文の読み方の一つの、大きな流れとして、できるだけ音読を多用するっていうのがあるんですよ。で、じゃあ、今訓読みしていただきます。じゃあちょっとあの音読を、全文音読をいたします。十日南風陣陣、就航女妃前巡流寺派駅婦人堂、か陛下さん、か長魚礁、か高毛礁、か石礁、木不可説、一昼夜兼三日し定、異臭半礁不能休、喪失在後。じゃあついでに、この間は北京音で読みましたので、今度は広東音で読んでおきましょうかね。10日からですね、さっや南風三寸、造反已非因孫老以下一八三栋，过平家山，过钓鱼钓鱼嘴，过黄毛嘴，过赤嘴，目不暇接，一昼夜兼三日之前，二周繁少，不能及，相失在后。ちょっといまいちスラスラいかなくてすいません。では現代語訳をお願いします。10日南風花肌早く飛ぶように航行する、しかし流れに任せて北上するので揺れはひどくない、陛下山を過ぎ、長魚礁を過ぎ、高毛礁を過ぎ、石礁を過ぎ、応接するに暇ないほどで一昼夜にして3日の行程を兼ねてしまった、琉球船は帆が小さいのでついてこられず見失って後ろにある。さてここの論点ですが、まずは尖閣の名前、長魚礁、高毛礁、石礁が歴史上初めて登場するわけです、はい、これが
チャイナの文献に書いてあるからチャイナの地名なのではないか。この陶名長寿書について先生にお話しいただきます。はい、まずですね、あれですよね、例えば和名がついていたらこれ日本の島だなってことに大体なるわけですよ。例えばヨーロッパ資料とかに島とかですね、 SIMA とかって出てきたら、あ、これ和風のあれだなということになるんですけど、漢字の場合は漢字文化っていうのはチャイナだけじゃなくて日本、朝鮮、ベトナムなども含まれますので、漢字で書いてある漢字名がついているということは別にチャイナに属するってことにならないんですよね。それが第一ですよね。第1点。そして第2点、この時前回言いましたようにパイロットは琉球人なんですよ。で、チンカンは知らない航路へ船を出した。琉球人が31人も乗り組んでパイロットをして、知らざる航路に乗り出していって、その途中に尖閣があるわけですから、この名前は、でなおかつこの琉球パイロットたちっていうのは通詞といって通訳も兼ねてるんですね。ですから琉球人側が通訳してこの島の名前を漢字名をつけていて、まあもともとつけていて、それを民国側に告げたという可能性がまあ極めて高い。常識的に考えればもう 100% そういうことですよね。そういうことになりますね、そして、公文書という公文書と後で名前が変わりますが、これについて由来をお聞かせください。あ、これね、尖閣の要するにここで出てくる3つの名前なんですよ。長魚書、公文書、関書ですね。書の字、島に対して当てる島の意味の言葉ってのはまあいくつもあるんですけども、島書っていう言葉がありますけどね、何々島、硫黄島とか島の字もありますが、島の字っていうのはまあでかい島っていうか、もともとはですね島の意味じゃなくて、あの海辺の山地の意味なんですよね。で、海辺の海の中のちっちゃい島が島書の書の字が一般に使われます。で、これはもともとはといえばあのチャイナの言葉じゃないと考えられるんですよ。なぜかっていうと、いわゆる、チャイナ最古の漢字辞書説問開示にはこれ載ってないんですよね。後から作られた文字で、後からの補充部分に入ってきますけれども、後から作られた文字でして、もともとチャイナ文化的なものじゃないところに漢字を当ててるという、そういう文字なんですね、当初の書の字は。で、まあ話せば長いんですけど、別に書というのはチャイナ語限定とかそういう話じゃ全然ないです。ですので、書の字は OK なんですね。そして長魚書、公文書、関書、このまず長魚書が魚釣り島でしょ。で、関所ってのは赤島って名前なんですよ。で、久米島に近いんで久米赤島とも呼ばれてます。つまり琉球の名前では魚釣島があり久米赤島があるわけですね。で、魚釣島は琉球の方言ではあれと言うんですよ、イオコンですね。イオコンなんですよ。イオコンっていうのは、イオってのは魚という古典と一緒で、イオウオで、イオ何々コンっていうような言葉は沖縄ではよくあるんですね。例えば、沖縄のアナウンサーとかをなさっている、テドコンさん、テドコンという地名とかですね、アハゴンとかですね。で、国の字を、これはコンっていうのは場所とかを大体示していて、根っこの根の字を書いたりするんですけども、コンと呼んで、で、沖縄方言だとコンとクンは区別がありませんので、クンとかコンとかで、どうも大体これと同じものが国の字を当てる場合も結構ある。与那国とかですね、阿国島とかですね、地名として宮国とかですね、そういった国神もありますね。国神もありますね。そうそう、国神ってまああれもまあ島のその神の部分、つまり日本に近い側、日本側が上で、島尻、尻が南なんですよ。日本から遠い側が尻、こういったことも話せば長いんですけども、国神ってのはだから国神だからつって国全体が国っていう意識とかっていうよりも、場所、その一つの地域の紙の部分、例えば一つの島の紙の部分、それが国紙ですよね。国の字を結構あちこちの島とかに多用するのが沖縄で、皆さんもなんとなく印象あると思います。与那国とかですね。で、国は君で、国紙も
地域のヤンバルの方の国神もクンギャンというふうに名まるんですよ。クンガンというかクンギャン、クンというふうに名まるんですね。ですからイオコンっていうのはイユクンとも言いまして、要するに魚の場所、つまり魚釣り島ってことですよね。これが琉球風の和名です。ですからイオコンと赤島があり、でじゃあ真ん中のこれは高毛省、高毛省ですけどもね、日本あの琉球和名は小葉島なんですよ。久場島、これだから2つ3つのうち2つが意味的に一致している。赤島、関所赤島、長魚礁伊予根、意味的に一致してるんで、じゃあ真ん中の小葉島、久場島も、高毛省っていうのとなんか一致するんじゃないのっていうのが昔から、みんな思ってたんですね。でこの度探索しまして、で、尖閣通事さんどう思います？黄色いというところがですね、検事音でコンと呼んでいたのではないかと先生が、それね、チャンネルアジアの他の昔のページで出ていたと思うのですが、それによってこの高毛省というのが恩赦したのではないかということが分かりますね。久場島から高毛、つまり高毛っていうのをですね、あの福建寺音だと、まあ、本母みたいな感じなんですけども、本母あるいは根母というのもなくもないんですけども、ただ問題はですね、この本母、ほって音は古代日本語ではあのパピプペポがあり、それがなまってパピプペフォはあの F の音ですね、あるんですけど、エッチの音ってなかったんです。ハヘフヘホはなかったんですよ。なので福建人がホンっていうと、フォンといえばパピプペポに近い音ですけど、ホンって言っちゃうとカキクケコに近い分類になるんですよね。そういうので有名なのがあの女王卑弥呼、女王卑弥呼のコっていう字、邪馬台国のですね、あれはあのチャイナの古い音ではホっていう音のやつがコに当てられてるんですよ。そういうことからも分かるように、ホはあのコに分類されると考えているんですね。ですから高毛所っていうのはあの金棒島と小棒島じゃないかっていうことが言えるわけですね。で久場島は久保島とも言うんですよ、沖縄では。そうするとですね、これどうも音を移したんじゃないかと一時期私は思ってたんですね。ところがですね、もう一つの答えも、いやだけどつまり魚釣島は音読みじゃないんですよね。あの伊予根は訓読みなんですよ。魚国ってことでですね。そして赤島も訓読みなんですよ。そうすると真ん中の高毛省久場島だけが音読みだと不統一じゃないかと。そうなんですね。高毛省だけが恩赦したというのはちょっと分からない。恩赦でも説明はできるけど、この長魚省は意味を介してこうひっくり返しているわけです。伊予根そのまま恩赦しなかったわけですよね。そうするとまあだから高毛省もね、意味から考えてみる。そうすると黄色い毛、これ沖縄に、あ、なんだあれじゃない、で久場島ですから、沖縄の植物、私もねもともとあんまり詳しくなかったもんですから、沖縄の南方風のあのシュロとかヤシンみたいな類の植物は一番一般的なのはクバなんですね。ビロウの木ですよ。ビロウとも呼ばれるわけですね。あれビロウは結局のところ本土名らしいですね。沖縄ではクバと呼んでいて、で沖縄ではあの例えば夏のヤシとかなんとかっていうのはあんまり繁殖してなくて、あの一番おなじみの要するに芭蕉みたいなこの南方の葉っぱのあれですよね。あれとして沖縄で一番一般的なのはクバなんですね。代表的な沖縄といえばクバという感じで、ですからクバ島っていうのはそのクバの植物に付けられた名前ですから、まあクバが生えていた記録は明治の記録にもあるんですよ。そうするとですね、つまりクバ島にクバが生えていた記録もちゃんとあります。そうするとクバの意味から来るんじゃないかと考えてみると、クバの花が6月頃咲くんですよ。これ何色だと思います？尖閣地水さん。黄色ですよ。黄色なんですよ。クバをね、ビロウという名前でもいいですけど、インターネットで探してみてください。黄色いあのちっちゃい花が無数にたくさん細かく咲くんですね。でこれどうする？尖閣地水さん、この、ウィキペディアにも出ているクバの花の、ね、細かいやつね。
花に見えます？見えませんね。花に見えませんね。ほうきのように見えます。何に見えます？ほうきのよう、ほうき、はい、吐くほうき、吐くほうき、毛のようですね。ああ、毛のような感じでね、はい、で言ってみればね、これ群毛のような感じですよね。だから黄毛祖っていう黄色い毛という黄毛祖、最古の1534年の鎮観四十九録のところでは黄毛祖、黄色い毛で出てくるわけですから、あ、黄色い毛ってクバの花そのものじゃん。で、花には見えないなと。だから花っていうふうに言わずに、あ、黄色い毛という意味を取って琉球人が通訳っていうか、そういう漢字名をつけてたんじゃないかなってことが考えられるんですよね。で、はい、もう一点の論点に移ってもよろしいでしょうか。あ、次の文献、次の文献は次回にしましょう。で、今回のですね、最後もうちょっと補足で言っておきますと、黄色い毛、群毛の黄毛、この名前にぴったり意味で通じる、つまりイオコンと小葉島と赤島の3つとも長魚所、黄毛所、関所で意味的に通じちゃっているということですね。それからもう一つ、花、我々にもとっても花に見えないんですよね。ですから 今植物学の知識に基づいてこの群毛の黄色いやつを我々花って呼んじゃうけど、一般的イメージでは花には見えないわけですよ。ですから黄毛というのはますます黄色い毛というのですね、名前がぴったりくるんだなっていうことですよね。じゃあ船の花、ちっちゃい、この今読んだところの祭りにですね、もう一回読みましょうか。あ、はい、石藩省喪失在後、そうですね、石は藩小さく及ぶ頭ず愛失いて後ろにあるということですね。石ってのは琉球の船ですね、恵比寿の船ってわけです。で、帆が小さいで、失われてってのはつまり離れちゃって、後ろに離れちゃった。2隻を連ねていったら琉球の船が置いてきぼりを食った。で、これチャイナ側が言ってるのは何言ってるかっていうと、チャイナの船は優れているから先に行くことができたんだっつって言ってるんですよね。つまり海路を知っていたのではないかということですね。あ、そういう感じですか。そうそう、そういうふうにももちろん言ってるんですよ。ところがでもおかしいですよね、ええ、これについての反論をちょっとお願いいたします、ええ、これについてはそもそも前回の紹介しました通り、31人のパイロットおよびスイフが、パイロット2人だけなんですよ。だからあと29人ぐらいはみんな船漕ぎやってるわけですよね。チャイナの船なのにそれだけの琉球人を必要とした。ですから大きな船、琉球の船は小さいって言ってるけど、大きい方のチャイナの船に琉球人が乗り組んでるんですから、この長魚所の記録は当然琉球人の乗り組んでいるチャイナさんにおいて琉球人から教えたと考えられるわけですよね。ですから2隻目の琉球船がちっちゃくて遅れちゃったっていうのはこの島の名前には全然関係ないんですよね。そうですね。で、チャイナの船の技術はまあ一応確かに優れていたことにはまあなってるんですけど、決して琉球の船の技術もそんなに劣っていたというような話ではなくて、朝鮮王朝実録に有名な記述があってですね、朝鮮王朝では優れた船が欲しいってんで琉球人に作らせるんですよ。ですからここで琉球船が遅れたっていうのは単に帆が小さい小回りの利く船であったという問題であって、これは琉球到着後では大きなチャイナ貨物をいっぱい積んだチャイナ船に対して琉球人小回りの利く琉球船が引っ張ったりいろいろ先導したりしてですね、到着後に非常に役に立つんですね。ですから遠洋航海用の大きな帆の高速船みたいな、そういう役割がチャイナ船にあったということであって、大きな貨物を積んでたくさんの大きな船、帆ですね。もちろん多くの帆を構えるみたいなのはイスラム技術なんですよ、当然ながら。それはそうなんですけれども、で、ですから小さいからといって劣っているという問題ではないということですね。ここを今日の前半でここまで言っておきます。以上、前半でございました。どうもありがとうございました。